上落記は、鎌倉時代末期から室町時代にかけて書き継がれた一種の過去帳。全一巻。内容は、永仁三年から応三十二年に至る、間分のみ追記がある、天皇、公家、武家、僧侶などの死没年月日を過去帳風に記し、ところどころにはその年齢、所生、死因、場所を中期している。秀才人物は、京都中心であるが、時には、 鎌倉や諸国にまで及んでおり、筆者の身分を推定させるものがある。古文、古海に基づく記事も多少お見受けられるが、全体的には南北朝時代、室町時代初期の人物に関する一時資料として、貴重な価値を有している。筆者は未称だが、流文文古蔵の古写本の扉に上落記社会員と題してあり、また、 第五次の僧侶に関する記事が多いこと、ことに同時社会員の僧侶に対しては、五入滅の敬語を用いていることから、第五次法院の社会員の僧侶によって記録されたものであろう。鎌倉時代末の元王年間には書き始められたらしく、昭和3年11月26日上の割中にある、組35歳を最初の筆者とすれば、 その後で死によって広く伝文を集めながら書き継がれて、いったと考えられる。本国は、文書類五513に収録される。類従本を、竜門文古像古写本と対抗するに、前者に五者五脱が認められるが、一方で古写本の中村部分を類従本によって補い得る記事も少なからず、双方ともに参照すべきである。他の写本としては、 天明三年写しの宮内庁所領部本がある。ありがとうございます。